姉川の戦いはお市の奮戦で劣勢を覆し浅井軍の勝利に終わった。だが長政は義と愛の葛藤の中にいた。姉川にて信長敗北す。この知らせに織田と敵対する旧勢力が一斉蜂起。信長は包囲を受け危機に陥る。信長にとどめを刺すべく朝倉家当主吉影も大軍を率い再出馬。長政そしてお市にも共に宇佐山にて信長を討てと命じてきた。私はあの人と一緒にいたい。ただあの人は優しすぎる。第4話宇佐山包囲戦。あの藤の花を胸に。織田本隊が来る前に山頂をダッシュするのだ。本願寺よりの援軍在下野五一。ただいま参上。てか本願寺は信長包囲網の要、孫一を知らせられないぞ。今回はあんたのよろしくだ。登れないようです。道に沿って迂回して登るしかないよう。機内衆の面々、本陣はお任せいたした。信長を討つのはこの六箇所の仕方だ。あざを割っての指示を受けることになると。こうなれば無駄の意地を見せるのみ。我に続け。狙いは本陣であったか。私はどうなって長政様だけは無事で。敵は寄せ集めで断固する。いずれ瓦解し自滅すると見る。戦場に咲くあなたという花を告げてしまう。意味が伝わってませんけど。あのある武士とお見受けせんよ。敵を生かして返すな。これも定めなのでしょう。この勢いで行きます。いざ尋常に勝負してまいる。何だぞ援軍を。腕前見せていただきましょう。何故信長様を裏切ったのですか。光秀、お前は攻めることを問うのです。
ち取りました。位置の働きでそれがしも救われておる。見事な手前、引かせていただきます。この勢いで行きます。いざ戦わん。いざ尋常に勝負。徹底です。敵将撃ち取りました。貴様に轟く武者取りぞ。アザイの若者は織田に勝てそうもない。六角義方、これは信長様のお味方でございます。まさかこのような日が来ようとはな。敵将撃ち取りました。位置の働きでそれが救われている。敵将撃ち取りました。見事にございますな。進め、真に守らんがため。さあ、信長の成功、アザイと共に見届けようぞ。敵将、撃ち取りました。あっぱれ、褒めて使わす。この勢いで行きます。これで最後、とどめを刺してやろう。信長様、乱に加護。父よ、ご覚悟。それも千なく。父よ、吉成の城を取り戻す。救われている。
わしが天下の知恵者、キレオシだ。お父様、おだに戻ってくだされ。わしは…これ以上突き回る。本気で殴ります。いざ。この勢いでいきます。逃げるが勝ちや。最後に勝ち。助かったぜ。ラチと戦いたくなかったんでね。まだまだ一を倒さんで済んだか。じゃあ引くわ。またお相手願えるかしら。定めのよう。ぜひもし。槍の又さん、まかり通るぜ。オロノウコ、ミカオス。それも千なき でしょうか。